はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生教科書2章のテスト対策やっていきます。で、若干見にくいんですけど、2問ですね、縦に2問、この1問とこの2問っていう感じでありますので、まずここで1回動画止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないとかちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ似てますね。連立方程式なんだけど、式が3つあるよっていうタイプ。で、まず上から行きます。で、こっちは、まず答えをね、見つける。その解を見つけるってのもあるんですが、それプラス A の値も出します。で、これはね、すごくやりやすくって、まず、A はここにいるんですけど、こいつとこいつは普通に X と Y しかいないんですよ。だから、3つあるんですが、この2つで答え出しちゃえばいいんです。これ前回のテスト対策の時にもありましたけど、あの2番かなで、あの入れ替わる、答えが入れ替わるってとこありましたけど、例えば連立方程式が2つ並んでる、でその解が同じって言われた時、答え同じなのね。そしたらこっち側の1個の式とこっち側の1個の式持ってきて連立とかできるじゃないですか。これは答えが一緒だから、どこ使っても OK なのね。で、今回もこの3つをまあ、満たす答え。だから別に全部答え一緒なんだよね。だからこの2個使って答え出しても別にいいよっていう。っていう問題。だからまず普通に連立します。この2個でね。じゃあ、どうしようか。Y 揃えよっか。じゃあ上にまず5をかけて、右側、まあ一応いけるか。5をかけて、15X プラス 10Y イコール40。で、下の式に2をかけると 8X マイナス 10Y イコール6。で、Y 消したいんでね、足しましょう。数でかいな。23X イコール46。23で割ると、X イコール2となります。で、まあ出てきたので、上の式とかに、まあ、X とか2を入れて Y を求めると、シュッとね。3×2 なので、32が6、プラス、2y イコール8。で、6持ってくれば2。で、両辺2で割れば y イコール1となりますので、ちょっとちっちゃくて申し訳ない。xy、答えは2の1と。これで終了となります。まずこの解の方ね。いいかな？じゃあ A どうするって言われた時に、今答え出ましたよね。出たから、じゃあこの X と Y にも当然2と1代入して OK です。なぜなら全部同じ答えって言ってるから最初に。いい？だから X と Y に2と1を代入すると 5×2 で10。で、マイナス A×Y は1か。だからマイナス A イコールで4だね。で、これ解くと、まあ幅あるからやろうか。10持ってくるとマイナス10なので、4-10でマイナス6。だから両辺マイナス処理すると、A イコール6。となって、答えと A を出すことができます。やってることすごいシンプルなんですけどね。一回経験しておかないと、まあ、手は止まるでしょうね。なかなか。まあ、数学解けた方はね、パッていくかもしれないけど、見たことないと、えってなりやすいとこではあるので、まあ、こんな感じでやってみてください。で、難しいのは下です。で、下に関しては、私立の受験とかではよく見るんですよ、個人的にはね。で、定期テストで見た、まあ、自分の塾講師時代で見たことは1回しかないです。この、出した人は1人しかいないんだけど、まあ、出てきた時に対処できたらいいなと思って今回取り上げました。上と似てますよね。式3つある。で、3つ式があると。で、普通に解くだけなんですけど、じゃあさっきみたいに、じゃあ好きなとこ2個使って解いていこうぜってやるとできないんですよ。で、なんでできないかっていうと、文字が3つあるのね、ここ。A、B、C。で、今回、さっきここ2個使ったじゃないですか。で、この2個使った時は、文字が XY の2種類しかなかったから、文字が2個のね、文字を2個求めたい時は、式が2個あれば絶対解けるんです、それは。だから、XY だけを出したかったんで、2個の式で解けたの。で、代入して A は解いたけどね。で、今回は3個あるから、3個の式全部使わなきゃ解けないんです、これは。で、どうやるか。で、これはですね、やり方覚えちゃってください。これは、まず好きなところを2個選びます。まあ、さっきと似てますよね。例えば、じゃあここ選びましょう。このコンビ。ちょっと A のコンビってこっち書き出しますね。
このコンビ、どこでもいいんですよ、2個ね。で、消す文字を決めます。消す文字を決める、つまり3個の文字があるんですけど、この A のこの組み合わせで1個文字消そうぜって。で、この組み合わせだと足せば C が消えますよね。じゃあ C を消すと決めます。で、これ両辺足すの、この式を足すだけ。そうすると 2A と -A なんで、一応足すとって書いておこうか。足すと、A でしょ。で、B は、B と 2B なんで 3B になります。で、さっき言ったように C は消える。で、右辺も足すから -2 と -3 で -5 と。こうなりますよね。いや、A と B 残ってんじゃんって気がするかもしれないけど、これでいいんです、まず、ひとまず。じゃあ次のコンビ見つけます。今上2個選んだんで、一番上と一番下でもいいし、真ん中と一番下どっちでもいいんですけど、ちょっと書きやすいんでこっちに行きます。このコンビ、下2個使います。B ね。で、この B 見たときに、さっきと同じように足せば、A 消えるじゃないですか。じゃあそれでいいかなって感じがするけど、それじゃダメなの。これ、さっき C 消したでしょ。じゃあ、この B のコンビでも同じ C を消してください。C を消す。じゃあ、どう消すって言ったら、上に2をかけて 2C を揃えるしかないよね。じゃあ、上に2をかけてやっていきます。こっちはちょっとめんどくさくなる。B ね。じゃあ、上に2をかけて、どうしよっか、並び、ま、いや、この上は普通にかけますね。2をかけると、4B、プラス 2C、見えるかな？マイナス 2A、右辺もかけてね、マイナス6と。で、下の式は、ま、2C 揃えたいだけなので、このままかきます。まあ、ちょっと合わせたいんで、マイナス B からいきましょうか。マイナス B プラス 2C の、プラス A イコール7と。で、C 消したいから引いてください。引く。そうすると、5B、マイナス A イコール、ちゃう、間違ったよ。ここ違うね。マイナス 3A か。足してしまった。ん？合ってるよね。で、マイナス13。こうなりました。で、何が起こるかっていうと、二つ組み合わせ選んで C を消しました、共通でね。そうすると、これ AB だけの式です。こいつも AB だけの式だから、こいつとこいつを使えば A と B が出るはずなの。って言って、まず A と B を出しに行きます。これがやり方。じゃあ、普通に連続やっていきましょう。まず、ちょっとこれ書きますね。マイナス 3A、プラス 5B、イコールマイナス13。A 揃えよっか。じゃあ3かけるんで、こいつに。3A プラス 9B。これね、3かけて、マイナス15。A 消したいから足します。14B マイナス28。つまり、14で割れば B イコールマイナス2と出ます。いいね。で、いつもの連立と同じです。B が出たので、例えばここに乱入しましょう。B イコールマイナス2入れると、マイナス6になります。持っていくとプラス6。だから、A イコール1も出てくる。これで A と B が出ました。じゃあ最後 C どうするって言われたら、最初の式に戻ってどの式でもいいです。どれでもいいので A イコール1、B イコールマイナス2を代入すれば C 出るからさ。じゃあ C が普通にこのただの C になってる真ん中に入れよっか。入れると 2B だから 2×-2 でマイナス4で、プラス C でしょ。で、マイナス A だからマイナス1イコールマイナス3。ここマイナス5だから持ってくとプラス5、くっつけると2となったので、答え書くのあるよね。いけるね。答えちょっと大きく書くよ。 A イコール1、B イコールマイナス2、 C イコール2。これで終了となります。まあ、答え書くときこういう書き方しても多分いいと思うんですけど、カッコ A、B、C イコールカッコ1、マイナス2、2って書いてもいいかもしんないんですが、個人的にはあの3つのときってなんかバラバラで書くイメージがあるんで、ちょっと自分が慣れてるんでね、この書き方にしましたけど、まあ、出し方についてはこういう風にやるので、ぜひ覚えておいてください。あの、途中でも話しましたけど、定期テストではそんな出てこないと思います。おそらく学校の授業で、先生がプリントとか、で、出してきて、で、など、プリントでやらせた場合は出される可能性がありますけど、まあ、不意に出すことはどうだろうね、そんなないとは思うんですが、ひとまず覚えておけば武器になるので、ぜひこんな感じでやるのを覚えておいてください。
では今回は中学校2年生教科書2章のテスト対策やらせていただきました。今回も最後までねご視聴いただきありがとうございました。では次回またねテスト対策取っていきますので、もしよかったらそっちの方もぜひ見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。